三井金属は利回り4.2%日経後配当株指数に採用こんばんは福利で増えるです今回のテーマは三井金属の株価予想です是非最後まで見てください目次です1企業分析2決算分析3株価予想 この順で動画を進めていきます。まずは三井金属の企業分析から三井金属は非鉄金属製錬各種機能材料の大手メーカーです亜鉛を中心とした非鉄金属の製錬を行う金属事業とともに自動車排ガス用触媒、電解銅箔などを生産する機能材料事業ドアロックを中心にした自動車部品事業を行っています 東博自動車サイドドアロックは世界トップクラスの市場シェア1874年明治7年に三井組が上岡鉱山蛇腹並行を取得し鉱山経営を開始したことが始まり上岡鉱山を中心に亜鉛銅,銅金銀などの採掘精錬を行う非鉄金属事業が源流です 1892年に三井鉱山講師会社を設立。1950年に三井鉱山の金属部門をもって上岡工業を設立。当初一部に上場しました。現在の社名になったのは1952年。60年代からは海外企業の買収、海外鉱山の創業も開始します。そして現在、 三井金属は主に4つの事業を行っていますそれが業の金属事業、そこから派生した機能材料事業モビリティ事業その他の事業です金属事業は三井金属が展開する事業の源流非鉄金属精錬1世紀以上の歴史を持つ企業ならではの高水準の生産性で産業の基盤となる素材を提供しています 機能材料事業では日々進化し続けるエレクトロニクス製品を支える機能材料の分野で高付加価値高品質を常に追求していますマテリアルの知恵を生かす三井金属のフィールドはますます進化こちらは売上と利益の構成比を表したグラフです総合素材メーカー亜鉛の三井として 世界的な非鉄金属メジャーだけに売上は金属の割合が最も高くなっています利益面では4つの事業の中で利益率が最も高い機能材料事業が全体の利益の半分近くを稼ぎ出す収益の柱非鉄金属事業は業績が地金市況の変動を大きく受け経営が安定しないため地金の加工度を高め 付加価値をつける事業へ展開していきました。22年3月期の海外,外売上高構成費は48%で、国別に見ると中国が14%、インドが10%、その他アジアが17%、北米5%となっていました。続いて、三井金属の強みについて、主要トップシェア商品を並べてみました。 まず、世界シェアの9割を占めるのが、半導体パッケージ基盤向け、極薄銅箔です。精密回路の配線材料に用いられる電解銅箔、スマホの小型化に欠かせない存在です。また、二輪用の触媒も世界シェアの半分を占めています。近年は、世界各国の環境規制の強化により、自動車排ガス浄化用触媒を中心に、 地球環境の保護に貢献する商品としてその役割が注目されています今季24年3月期は高性能スマホなどに使われる銅箔、マイクロシンの需要回復を想定するものの円高のほか亜鉛貴金属価格の低下を織り込み減収の見通しとなっています販売量の伸びなので営業増益は確保する見込み 前期に計上した関係会社株式の評価損がなくなり最終利益を押し上げる想定です24年度までの中期経営計画で ROE 改善を目標に掲げ足元で34%台の同比率を24年度までに14%に高める計画でしたが23年5月に発表された進捗説明会によると 業績悪化により見立つの見込みとなっていますただ後配当株を狙う投資家にとっては嬉しいニュースも6月16日に発表された日経平均後配当株50指数の銘柄定期入れ替えで三井金属を含む4社が新たに組み入れられることになり本日2023年6月30日がその実施日となっています。 日経平均高配当株50指数は日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエイト方式の株価指数です。配当利回りに売買断金などの流動性を加味して構成銘柄の指数算出上のウエイトを決定するという従来までの価格平均や 時価総額過重平均とは異なる算出方法を採用毎年1回定期見直しで6月末に構成銘柄を入れ替えます日経の予想配当を使って基準日である5月末の予想配当利回りの高い銘柄を定期見直しルールに基づいて算定日経平均から除外される銘柄や 予想配当が無敗となった銘柄は臨時に除外しますが原則として構成銘柄が45銘柄未満となるまではその都度補充はせず次の定期見直しで50銘柄に戻します今回の定期見直しで三井金属のほか、東装、椅子図、川崎汽船が組み入れられ伊藤忠が除外となりました続いて 三井金属の決算分析に移ります現時点での三井金属配当利回りは配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合三井金属の配当利回りは4.27%です継続的かつ安定的な配当を行うことを重視し 株主資本配当率 DOE3% をめどに配当を行う方針です企業の株主還元を図る姿勢の一つとして最近増えてきたのがこの DOE という指標です同期準利益を基準とした配当成功だと同期準利益は年ごとの変動幅が大きく還元状況がつかみにくいということも生じます これに対して、分母を株主資本とした DOE であれば、配当成功に準じたものよりも配当が安定しやすくなります。この DOE を株主への利益還元目標として掲げる企業も増えてきています。続いて PER、株価収益率です。株価が一株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均、 16.6倍以下を割安と判断。三井金属は18.8倍です。続いて PBR、株価純資産倍率です。株価が一株当たり純資産の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を、株式市場が乗れん、ブランド価値を高く評価している優良企業と判断。 三井金属は0.74倍です。次に売上成長率。直近5年間で年何売上が伸びているか。4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。三井金属は4.7%。次に営業利益率です。直近の年間決算の実績で、 売上に対して営業利益は何だったか7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断三井金属は1.92%でした三井金属の過去10年の平均的な営業利益率は低い年で2%ほど高い年は10%弱と結構幅があります続いて営業利益の成長率です 直近5年間で年何営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します三井金属はマイナス24%次に生産性です従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します 三井金属は105万円です最後に ROE 自己資本利益率です企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です10.6%以上を日本株の平均以上と判断三井金属は3.45%続いて 三井金属のチャート分析に移ります。直近の株価はジグザグしています。75日移動平均線がほぼ平行で、3000円付近で株価は上下しています。日経後配当株50指数に組み入れが発表された6月16日に、高値3613円をつけました。こちらは少し長い週足のチャート。 これを見ると、2年以上ボックス圏で動いていることがわかります。では、長期はというと、こちらは20年以上の長期のチャートです。このチャートで見ると、最高値は2000年につけた9500円。非鉄金属事業は、業績が地金市況の変動の影響を大きく受け、経営が安定しないため、株価もジグザグしていますね。 ここまでを一旦まとめると三井金属は直近の株価はジグザグしています長期的にも右肩上がりというわけではなくジグザグした動きを繰り返します現在の利益の柱は機能材料事業今期24年3月期は売上は下がり減収であるものの増益の見込みです配当方針は DOE3% 日経平均後輩等株50指数に組み入れられ注目が集まっています。ということで、三井金属の株価予想です。ウェルの個人的な株価予想は、3303円から3196円まで下がると予想します。ごめんなさい。以上です。最後にお知らせです。三井金属が 世界シェアトップクラスを誇る自動車のドアラッチ自動車業界では EV 市場の拡大が見込まれています。その EV 市場に関連する有益な動画が無料でダウンロードできますので、ぜひ概要欄から手に取ってみてください。無料ですので、お気軽にどうぞ。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を